1975年の朝日岡駅と周囲約750メートル範囲。右側が日高町方面。校内日高町寄りに島式ホーム一面二線と、駅裏側に留置線、駅舎横向川寄りに貨物ホームと引き込み線がすべて残されているが、後に駅裏側線は日高町側が切られて保線用となり、貨物ホーム引っ込め線は撤去された。 貨物ホーム側のストックヤードには、地場産業である砂利が望みされている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成朝日丘駅は、北海道遊仏群向川町朝,朝日丘に、かつて設置されていた、日本国有鉄道府内線の駅である。電報略号は青。府内線の廃線に伴い、 1986年11月1日に廃駅となった。解消後の駅名は当駅が所在した地名より命名された。日当たりの良い丘という意味で名付けられた。廃止時点で、島式ホーム1面2線を有する地上駅で列車交換が可能な交換駅であった。駅舎側が上りの1番線、外側が下りの2番線となっていた。その他、 二番線の外側に向かわ方から分岐した行き止まりの側線を一線有していた。かつては蒸気機関車の給水設備が設置され、木材や木炭の出荷駅であった。最終日まで無人駅扱いの運転取扱要員のみが配置されていた駅であった。乗車券類は簡易委託化されており、廃止島で販売が行われていた。駅舎は校内の南側に位置し、 大うむ川とを結ぶ構内踏切で連絡した。かつては駅弁も販売されていたという。1999年時点では空き地と砂利置き場になっていた。2011年時点では更地でバスの展開所と待合所となっている。また、1999年時点では線路跡が転用された道路を北に約 1km 進んだ地点に、 落石よけのシェットが3箇所残存していた。ありがとうございます。